そうなんだよね。後ろ向きな発言をしてるのをさ、心から後ろ向きなのにも関わらずさ、なんかこう、タレントであるからにはそこまで後ろ向きなはずはないだろうみたいな解釈をする人が結構いてさ、困っちゃうんだよね。今、その本もね、本出させてもらったじゃないですか。で、これも語弊のないように言いますけど、本を出したことはすっごい嬉しいです。ね。で、それは、その、自分たちが、自分が子供の頃に、例えばこう、ノートの切れっ端とかに漫画を書くじゃないですか。漫画を書くと、その、全ページ書けたら、表紙とか作りたくなるじゃん。表紙を作ったりとか、あとちゃんと、レタリングでその、タイトル書いたりとかさ、つけなくていいペンネームつけたりとかしてさ、ちょっと本の形にしたいじゃん。まあ、それをさっき構成の渡辺くんと話してたら、自分も、その架空の電車の、ダイヤを引いたら、その架空の時刻表の形にしたくなるっていうんでわかりますって言うけど、それは全然違う。で、その、JTB のロゴもちゃんと写して、その、渡辺本線の時刻表にしたくなる、みたいな話。もう全然わかんない。そんなのあるあるネタじゃない。で、それで、その感じとして、なんかこう、自分の書いたものが、本の形になって、活字になって、ましてや本屋さん並ぶのめちゃめちゃ嬉しいわけ。で、もちろんそれで読んでくれる人がいっぱいいたらいっぱいいるほど嬉しいわけ。それは当然、その、書いたんだから。で、ただ無理して買わなくていい。全然、まあ無理して買う人はいないけど、僕、あんま読みたくないけど、仕方ないから買いましたって言われるぐらいならそれは別に売れなくていい。なんとなく読みたいと思ってくれた人が、その、読みたい自己責任において買ってくれて、で、あわよくば面白いって言ってくれる。いや、そんな嬉しいことはないですよ。これはもう心から、ね、嬉しい。けど、じゃあ、頑張って10万部売れたいかとか思うかっていうと、それは全然ないし、どんだけ後ろ向きだと思うかわかんないけど、最近本屋さんに行くと、四釣りっつって、増刷、4回目の増刷がかかったやつがすごい山積みになってたりするんですよ。ね。で、最初のうちの山積みはすごい嬉しかったんだけど、最終的に、これは売れ残るっていう感じがしてくるのよ、なんか。みんな頑張っちゃったから、どれぐらいこう売れたら、伊集院さん、よかったですねって言われるのかなんかわかんなくなってきて、誰かこの売れ残りをいっぱい抱えた人が出るわけだよねって調子に乗ってずーっと吸ってったら、ね、だから、もういいって思うの俺なんか。その、俺の中ではもう十分、すごいいろんな人から読んだって言ってもらったし、楽しかったし、で、もっと言うと、俺のその嬉しいのは、とにかく伊集院光の話っていう本に80本エッセイを載っけたけど、もともと、誇張でも何でもなく750本あって、で、それはその、前に座ってる構成の渡辺とか手伝ってもらいながら一生懸命書いた750本で、で、しかも、自分で選んだんじゃなくて、他人にこうチョイスをお願いしたから、俺が一番気に入ってる話とかも入ってないのよ。それは構成の渡辺が一番気に入ってる話も、入ってないの。で、それはあえて人の手に委ねることで、新しい発見があるかもしれないからと思ってそうしてて、それに全然悔いはないんだけど、まだ出したいわけ。750全部とは言わないけど、もちろんその旬じゃないものもあるし、そんなに出来の良くない、読み返すほどの出来じゃないものもいっぱいあるから。だけど、4、5冊出したいの。本当は。で、そうすると、2巻を出す権利。ね、2巻を出す権利っていうのは、さすがにやっぱり、一釣りが売り切れないと、ね、赤字だからね。赤字だから2巻は出ないじゃん。なら、3釣り、4釣りが出るよりは、もう俺は2巻を書きたいわけ。2巻のその整理整頓に入りたいんだけど、でも関わった人たちの、その、事務所も含める目論みから言えば、もっと売るために、こう、いろんなテレビに出たり、いろんな取材に出て、実は伊集院さん、本出されてるんですってね。はい、これ出してるんです。買ってください、みたいな作業をもっとやる、もっとやらなきゃっていうのね。でもなんかもう、それが俺の中では、そんなことして、売れ残ったらどうす、本屋に悪いだろっていう、
俺、賞味思うんだよね。なんか、最終的に、もう、何冊か売ったら終わりでいいじゃんと思っちゃうんだよね。だって、すげえすんだよ。一釣りで吸ったのよりも二釣りは倍ぐらいするし、三釣りもまたするしってなっていくと、なんか最終的になんか 俺の妄想の中では、なんだよ、売れるって言ったから仕入れたのに残ったじゃねえかよ、的な感じに、おばあさんがその畑でさ、畑の先でさ、俺の祈祷をさ、いじりながらさ、何やらしい汁出しながらみたいな、すごい怒られ方をさ、するに、あれなんかまたおかしいよ、俺言ってること。